アニメウマ娘3期第12話がヤバすぎると話題になってる件に対するみんなの反応。始まったのだ。来た。来たー。北ちゃんの記者会見。え。う。騎士官。曇らせというか多分自分のキャリアを割り切るんじゃねえかなー。うおおは?グランバーやんけ。今のアッツ。シュバルちゃんバージョンだと?これが引き際。早すぎるよ。辛い。辛いです、レースが好きだから。あ、お姉ちゃん。ピークのうちにやめるって言ってるやんけ。全然疲れないってむしろ王子が化け物すぎたのでは?また一つ時代が変わってしまう。喋ったー。けー。喋ったー。うわ喋った。めっちゃ喋るやん。ロイス&ロイスわーん。めちゃくちゃ饒舌なロイス。めっちゃ喋るやんけお前。どうした急に。スペ定期。スペサー。スペウ。またスペ泣いてて草。土下座泣き。スペちゃんはいい子やから。泣き方激しくなってない?スペうるせえよ。スペちゃん泣いてるから何も入らんかった。泣き声助かる。スペちゃんが普通に真顔で立ってたらそれはそれで辛いやろ?他人のために泣けるいい子定期。シュバクラ助かる。あ。シュバルグランコッからまだかなり走るんだよな。最終年のローテがほぼゲームや。棒の出た。アケボのトレーニング定期。ジムだと毎度いるぞボノ。グルアネ。アニメだとグルアネ呼びに怒るのか。北さん、お前と戦いたかった。サンク同士で叶ったな。過去か。ちょっと前の話か。過去かいこれ。悲しき、でもない過去。ナンバーいいや親で草。その積み方どう下ろしていき。積みすぎー。下ろせないだろう。なんでそうしたの?積み方労災案件やぞ。待ってくれ嬢ちゃん。積み方直してって。草。全角帝王。北ちゃんでこれなら帝王とかはもっとあかんのかな。イケメン。凱旋門の呪い強すぎる。クソコース定期。なんすか、あの芝は。やっぱ凱旋門ってクソっすね。忌憚のない意見ってやつっす。まあダイヤは調教師の夢だから仕方ない。あ。ブブブ三姉妹。ブブブ。いつもの三人。ビブロスかわいいじゃん。シュバッチ。あいつ?ちょっと荒れてる。姉さん。鬼夫人。ゴリラー。一体何てるどんなさんなんだ。アニメシュバチちょい強き。勝負服やん。勝負服や。ロイスちゃんかわよ。勝負服かわいい。眩しいよ。せやろな。北さんはタフ。何?しゃあ、北さん。姉貴さー。またバナナ食ってる。シュバチ結構食ってるよな。アプリの僕。普通に芯が強いシュバチ。こんなに熱いのね。おいおい。全員集合。グルネースマホ持って見せてくれるの優しい。まだブルボンジャージ着てる。ブルボン返してやれていき。しゃあ。北さん、クラウン連単。謎男女さんはの謎男女やん。すっかり友達な4人。コント4人組。仲いいな君ら。シュバチ。激アツ。キャラソン来そう。眩しいのだ。おいやめろ弾きたくなるじゃねえか。各編演出か?シュバチソロやん。すげえかっこいいんだが。いい声やな。まずい量演出だ。声かな?一フレーズ聞いただけでわかる良い曲。嫌いどころかめちゃくちゃ好きなやつやんこれ。激アツのレース途中の歌挿入。ダメだこれ涙出てきた。大胆な告白。品。大胆な告白は、ウマ娘の特権。
シュバルも北さんに焼かれた民だった。あら。こういうのが見たいんだよ。長い長かった。おめでとう。かわよ。この三姉妹ひょっとしてやべえ奴らの集まりだな。大嫌い蓮子からの大好きはずるいわ。サビでギア上がるの好き。どっちも美しいね。いいシーンや。ハーツの血。嫌うってことは意識しとるってことやからな。ほんまにあかん奴は無関心か関わらんとこになるし。でもサブ隊北さんブラックなんですよね。この話見て思ったけど、このタイトルって全員が北ちゃんに向けてる感情で、主にこのタイトルになった要因はシュバルが向ける北ちゃんへの感情からやと思うわ。夜の競馬場もええな。夜の競馬場結構良さそうやな。円盤にはライブ特典つけろ。すごいしっとりした終わり方。今のダイヤちゃんかわいい。今のちょっと部活モノっぽかった。本当に終わっちゃうんやなって。最終話のタイトルはそしてみんなのや。違ったら大欅の下に埋めてもらって構わないよ。光の後ろ姿って曲名からしてかっこよくてくさ。もう次で終わりか。正直寂しくて泣きそう。あかん、アニメ終わるの嫌だわ。シュバルの視点良かったで。これで長く眠れる。君が大好きだあ。心の叫びでいいんだよね。レース中あの大観衆の中で声に出してないよね。大胆な告白はあーだこうだ。あと1話ってマジ？北さんブラック RX になって新しい続編始まるから。やっとシュバルが報われた。なんとかお迎えして育成ストーリーを終えた直後のシュバル界に、偉大な馬娘になるがアニメにもあって驚いたわ。OP 負けないよね。シュバッチ大嫌い。的場大嫌い。再現やってんな。突然の告白。脚本南光大、この人すごいわ。南さん6話が初脚本だよね。化け物の誕生を見てしまったかもしれない。確か再現の人だよね。こらこの先 RTTT 方式や4期やるとしたらエース格で登板しそうやね。シュバル負けない。OP の負けない、っていつもシュバルだっけ？いや、普段はちゃんと北ちゃん、今回は特別。なんでロイス&ロイスを引っ張ったのかだけがよくわからなかった。特に意味はないのか。サイゲはそういうことするよ。かなり面白かった。それだけに事前に北さんとシュバルの絡みがもう少し欲しかったな。チームベガってポスターがあったけど、メンバーがベガ、北斗ベガ、アドマイアベガみたいなチームなのだろうか。絵のセンスはブライアン級だったな。シュバル界なのにタイトルが北さんブラックだった意味がわかった。プラメンテとグルネイの会話のシーンも良かった。前は北ちゃんのこと眼中になかったのに、今はトレーニング集中できなくなってるシーンがかなりグッときた。何か約束を気にしている姿が愛おしい。シュバちゃん目線のレースで良かった。次の有馬ではどうなっちまうんだ。予想シュバちゃん矢印北ちゃん現実シュバちゃん矢印北ちゃん。まさか、OP がシュバチバージョンになるほどにまで恵まれた展開をされるとは思わなかった。多少ゲーム版と性格が違うんじゃ？ってのが気になったけど、いいシュバチ回だった。北ちゃんこのくらい簡単です。バナナ立て積み。あれはさすがに積みすぎだよねう。店主のおっちゃんは中間からだるま落としみたいに抜いていくんだろうかう。また姉貴がバカみたいな顔でバナナ食ってる。本人には喋らせずにファンやライバルから北さんブラックについて語らせる構成は良かった。単話なら今までで一番好きな回。10には視聴したわい。そっか、残りがあと1話と知ったわい。そっか、今年あと10日切ったわい。そっか、かなり面白かったな。シュバルグランにきっちり時間を使って初 G1 勝利をつかむまでを書きつつ、衰えに抗いながら最後の有馬記念を勝とうとする北ちゃんがしっかり書かれてた最終話が本当に楽しみ。もう次が最終回か。こんなに切ないなんて、難民になる人の気持ちがようやくわかったわ。君を超える偉大な馬娘に、俺はなる。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。